クマラボチャンネルの主マスタークマです。今回紹介するルアーはこれ、ダイソーのシャットです。はい、これも初代シャットですね。ちょっと前にね、初代のバイブレーションダイソーのを紹介した時ね、結構ね、普段よりもアクセス数が動画多かったんですね。でね、あやっぱ皆さんこの辺あたりに興味があるんだなってことでね、ちょっと今回シャットを引っ張り出してきました。ですね、どっちかっていうと、まあミノーもあるんですよね。ちょっと大きめのミノーとクランクの中間みたいな感じの癖、どちらかというとナチュラルな動きをするっていう意味でね、シャットって作られてます。でこれね、どっちかっていうとバイブレーションよりはおすすめできないルアーです。なぜかっていうとね、これ動きに個体差が結構あるんですよ。おそらくね、ウエートボールの位置とかそこら辺が綺麗に定まってないんで動きの差異が出てると思うんですけど、バイブレーションというのはリップレスですんで結構ね、動きの個体差出にくいんですね、ものによって。でこれですね、クランクよりも長いんですよ、後ろが少し。でボディが細身になってね、こういうのでリップ長くして安定性を出そうとしてるんですけど、ちょっとね、私が使った印象じゃもう個体差がかなりあります。当たりのルアーはすごくよく動くし、あと外れたルアーはちょっと動かない、斜め向いて泳いでくるとかね、ちょっと調整が必要なルアーですね。で私としてこれ使い方をおすすめするのが、もう単純な使い方がいいです。ストップアンドゴーですね。フローティングのルアーですんで、ストップアンドゴーでぐるぐるっと巻いてピタッと止めて、ふわっと浮かせての繰り返して食わせるっていうのが一番使いやすいです。でこれは聞いた話ですんで、私は直接情報源確かめてないんで、あくまで噂話程度として記憶に留めていてほしいんですけど、ダイソールアーがなぜ安く作れてるか、これ分かります？もちろん大量生産して継続してあまり生産しない、売れないものはピシャッとそこで切ってしまって追加生産しないっていう生産体制にもありますし、マーケティングっていうのをね、おそらく他の企業よりもものすごくしてるって理由もありますけど、これね、プラスチックが他社のメーカーさん、いろんなプラスチック製品を作るメーカーさんありますよね。そこで生産時に出たクズプラスチックってのがあるんですよ。品質的に2番目とか3番目のそのプラスチックを集めてきて、それを使用することによってコストを抑えてるっていう話を聞いたことがあるんですね。でこれは他のフックとかも、これも聞いた話なんですけどあるんですけど、これも普通の、例えばこう名前を出しますけど、ガマカツさんとかのフックで規格品から外れて不良品として出されたフックを買い求めて、それを集めて売ってるらしいんですよね。だからガマカツの基準としてはノーだけど、ダイソーの基準としてはオッケー、しかも製品はいいっていう、高コスト、低コストで、リターンが高いっていうね、そういうことで商売をしてるらしい。うまい商売ですけど、で正直ね、この安いルアーが出るっていうのは釣り人としてはありがたいです。非常にありがたいことです。ルアーはやはり消耗品なんですね。どこまで行ってももちろんプラですから割れるし壊れやすい、根掛かりがあってロストすることもあるしね、そうなんですけども、安い製品が出回ることによって、これ弊害っていうのがあるんです。これは一番が、これ業界全体の衰退って形につながるんですね。もちろんね、それまでのメーカーさんが少し値段が高く売ってたと、これなんで値段高く売ってたかっていうのを私も昔聞いたことあるんですよ。ちょっとすいません、お茶飲みます。これですね、もともと私らの幼い時代なんですけど、アメリカルアーの方が高かったんです、絶対的に。当時アメリカでやってるルアーっていうのがすいません、1300円400円してました。でその時、じゃあ国産のルアーはいくらだったかというと500円とか300円だったんですね。でそこをまず業界が値段の設定にしてしまったんです。で当時なんでアメリカのルアーが安かったかっていうと、円高円安って値段上がります、為替の仕組み、あの仕組みで安かったんですね。
で、そこから時代が移って、その円高円安の仕組みで日本のル、あ、すいません、外国のルアーが安くなったけど、国産ルアーっていうのはその時の値段設定のまま水平に、しかも物価上昇に合わせてしていったんで、結果ルアーが高くなったんです。それと日本のルアーは OEM、 つまり自社で作ってないルアーっていうのがすごく多いんです。例えばどこどこ社に頼んで形状を指定して、いわゆるプロトを作って、それで元にしてその形状から金型を起こして作ったって。だからワンクッション置くことによってそのコスト代っていうのが乗るんですね。だからおそらくコスト代が乗ってないルアーっていうのは、例えばですけど日本のメーカーさんだったらピオさん、ピオさんっていうのは国内で作って、なおかつ自社製品なんです。で、あそこのルアーって通常のメーカーさんのより500円から600円安いでしょ。つまり1100円ぐらいでルアーが例えば売ってたとしたら、同程度の同じ種類のルアーっていうのは、例えば、他のメーカーさんだったら1800円とか2000円前後するんですよ。この価格の差っていうのが他社に頼んだ時のコストの差になるんですね。そうやって日本のルアーっていうのは業界の体質によって値段が積み上がってるっていうところもあるんですけどね、これ多分メーカーさん言えないと思うんで、私みたいな立場の人間が言いますけども、それでアメリカルアーの方が今安いっていう逆転現象が結構起きてきてるんですね。で、今ねちょっとね、またその円高円安の部分がちょっと変わってきてて、アメリカのルアーがまた高いねっていう現象も起きてきてるんですけど、まあこうやってね業界っていうのが成り立ってたわけなんですけども、こういう安いルアーが参入することによって売れなくなるっていう可能性ももちろん出てきます。すると釣り人口は、安いルアー出ることによって釣り人口は増えるけど業界が衰退するっていうね、とんでもない現象が起きてきますんで、こういうね安い性の安いルアーが出るってことは、また弊害もあるってことは頭に留めておいてください。もちろんね、メーカー、各メーカーには信者っていうかファンの方もついてますんでね、そう簡単には衰退しないとは思いますけど、まあ、この先ね、そういった可能性があるってことは頭に含み留めおいてね、この今はねこの安いルアーってのを持ってみてください。で、これも最初の初代のバイブレーションを紹介した時のように、もちろん今は中古でしかお目にかかれない製品ですんで、中古で見かけまして気になるんでしたら、ぜひともお買い求めて使ってみてください。ではね、ちょっと長くなりましたけど、今回はここまでにしたいと思います。次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。